シューティングスターがね。お、なんか、魔族的な感じですね、これ、主人公。魔族っぽい感じ。わかりやすいな、ちゃんと何のパワーアップか書いてある。あ、これいいっすね。なんかこういうね、な飛行機が主人公じゃないシューティングは優しい、なんか優しいイメージがありますね。なんとなくですけど。うん。こう、コミカルな世界観。あ、やられた。のやつはね。あー、でもちょっとめっちゃやられてんな、おい。でも最後の残機。スピード、うわ、でも難しいな、これ。そんなに優しくないな。ボム1回しか使う暇がなかった。じゃあもう1回いきます。シューティングスターね。おー、シューティングスターっていうね、歌があるんですよ。はい、まあまあ知らないでしょうけど。あとね、マイリトルラバーの曲でシューティングスターっていう歌ありましたね。あとあの、ザ・クールチック・チャイルドっていうね、バンドが昔いたんですよ、90年代に。そのバンドでシューティングスターっていう歌がありまして、今それを歌ったんですけど。あとそれで、マイリトルラバーのね、曲でシューティングスター。その2曲ですね、僕が覚えてるのはね、シューティングスターと聞いて、パッと思いついたのはそれです。うわ、これむずいな。攻撃が結構激しい。この武器なかなか強いですね。うわ、難しい。これ一面クリアできなかったわ。はい、終わります。